赤丸チャンネル。パブロ。パブロ。はい。はい。というところで前回は SC 高校で。はい。だってちょっとミニゲームっていうのが初めてだったから。はい、そうなんですか。はい。まあコメント欄でもね、もうちょっとこうしなさいよっていう意見も。でもあれでしょ。勉強してきたんでしょ。いや、やっぱコメント欄見ると勉強になる。はい。そうなんだってなりますね。じゃあ勉強してきたことを言ってあげてくださいよ。今回まず初心者だからね、皆さん、はい、許してくださいよ。本当皆さんありがとうございます。ちょっとずつ勉強してますか。いや、監督はオレンジ色になったらもう追いかけなくていいよとか。あ、それなんでなんですか。あ、なんかそうするともうなんかそれ以上は何も別に進まないらしいんですよ。打撃とかを上げていくと、まあ、自然となんかオレンジぐらいになるらしくて。そうなんですか。はい。だからそんなに監督を追いかけなくていいらしいです。ああ、はい、勉強してきてますね。勉強しました。他にはデートは誤解しろってコメントにありました。そうなんですか。はい。コメントにあった。コメントにありました。それなんで、なんで誤解なんですか。なんか誤解するといいらしいですよ。あと怪我率はもう出たらもう回避する。そうですね。はい。よっぽどのことがない限り。はい。そうですね。結構ね、前回も愚痴とかありましたから、うん。はい。今日はこの知識だけでいきますか。もう完璧ですか。もう大丈夫。今日は大丈夫。大丈夫ですか、はい、今日はね、はい、なんてあるところ、黒金商業高校というところで、マネーが。そうらしいね、またちょっと新しいシステムが。そうです。マネーが大事になってきて、はい、正直、レギュラーも金で買います。はい、年収より金、うん、しかも商業、はい、いい響き。俺は工業だけど、はい、なかなかないもん、最近ね。そうですね。うんうん、いいね。しかも、お金の話、はい、合ってんじゃないですか何、私がなんかお金めっちゃ好きな女みたいじゃないですか。いや、1年間やってきましたけど、はい、好きですよね嫌いな人いますか佐藤さんも好きでしょ。そうですね、はい、僕はもうお金が大好きなんで、はい、今日のことは楽しみにしてますいや、そこまで言い切るって気持ちいいですね。事実だからね、はい、私もお金大好きはい、やりましょう。はい、やりましょう。はい、黒金商業。はい、はい、じゃあまず、はい、入部届出してください。はい、名前どうしようかな。どうしよっかな。なんかもうハッカーもザッキーもやりましたもんね。そうですね、うん、じゃあハッキーでいいんじゃん。ハッキーハッキーで今日は今まででやっぱ一番あれですよね、いい選手ができると思うんで、うん、じゃあハッキーにしましょう。あ、ちょっと携帯じゃなくて iPad にしました。さあ、セクションスタート。さて、3年生がいるんです。今日から新しいチームだ。まずはキャプテンだが、はっきり、おお、もう、さすがキャプテンだ。さあ、じゃあ練習しましょう、まずは。びっくりマークついてるんで、じゃあ、守備か。まあでも、まあいいんじゃない。そうですね、東条くんついてるんで、ついてるところでやりましょう。さあ、でもまだ、そんなに出てきてないので、練習。じゃあもう打撃いきますね。打撃だね。打撃と筋力だけでいいんじゃない、はい、あ、でも、筋力の方が人いるんで、筋力にしましょうか、まず。すごい顔の子が出てきた。乱造。乱造。すごい顔だな。この子。政治家の三男坊、四番坊。いまいち貪欲さいすごい設定。お金持ちはぽいぽいぽい、でもぽいぽい確かに。ゲットを忘れた相手の場所といえばゲット。あ、演劇部と音楽部を掛け持ちしてるからなんだ。さあ、舞台のセリフを覚えて消毒 D が石間から並びに行くか。すごいキャラ独特ですね、うん、あ、女の子来た。美人マネージャー2人が、うん、マネちゃんに桃屋さん、うん、練習じゃん。はい、走塁とかもいいですもんね、うん、いやいやいや、打撃はいいよ。俺たち野球部以外に野球の上手いやつがいると思うか。いないと思うでやんすよ。もしレコーヤーに秘密兵器って言ったんだよなって。え、誰なんだろう。え、誰。バビオン。お前パピオンじゃないかって名前知ってる。俺を知っているのか。それは話が早い、うん、知ってるのにもいつも学校にそんな姿で来てたら話題にもなるよ。ピッチャーなのかな。肩ができてるか。
あ、いい音。転校生だからか。規定上ね、出られなかったんだ、うん、まだこのハテナ出てこないですね、うんうん、じゃあまあ練習です。あ、怪我率きた。怪我しないようにしよう。遊ぶか、休む。休むか、休む、うん、説明聞きましょうか、うん、ちゃんと、うんうん、この黒羽商業の校内では K マネーが流通している電圧、うん、この K マネーを使うことで校内で様々なサービスを利用することができる電圧ですよ、うん、学食、購買部、保健室も全部お金いるんだ、うん、キャプテンの座を K マネーで買おうとしていた奴がいるのもそういうことだね。 K マネーを多くすることはこの学校で優秀である証拠、うん、優勝していくらもらえるかって言いたい。そうですね、うんうん、まだ優勝してないからな、うん、あ、金儲けコマンド。毎月1週は金儲けコマンドしか選択できる。そう、他にそれ以外の週に考えるのは選択できない、うん、じゃあ今もやりましょう。金儲け、あ、うん、アッキーやんか、何買いに来たん？かわいいの。ノート、漫画、バンサト。いや、そうじゃないな、カネちゃんに家までの稼ぎ方を教えてもらおうと思ってさ。って方、なんで今さらうちにそんなこと言ってくるんだ。商売相談所あるんだ、そんなところが生徒会の商売相談所、そのところあったっけ。秘密の相談所や、一般には出回らん美味しい話を紹介してくれるっていう噂やで。入ってきました。お、今説明してほしい。そうですね、説明いきましょう。バイト事業投資の技術、うん、バイトは給料をもらって労働力を提供する案件。手元となる資金は必要がなく収入も安定していますが、大金を手にするのは無理です、うん、事業は資金を出し合って何かの事業をする案件。元手が必要で収支がマイナスになることもありますが、広告の収益を得る可能性もある。投資が何かと共同で知り合うことに、うん、成功すれば利益を持ち出せば全然つながる。じゃあ、バイトかがパピオンとバイト。ああ最初ちょっと授業授業。未経事業いきます。いきます。そんなもんコツコツしても意味ない。あのでも元手が必要っていう。あるあったあった200件あった。だって今356件使って授業行く、うん、授業あれリスクはそんなにちょっとあるんですよね。そうだからまあ低リスク中リスク大リスクだから、はい、まあ中リスクだよね。中リスク、うん、最初バイトから始めなくていいですか、いきなり。もうそんなのもちまちまやらないよ。はい、私はバイトからするけどな。では連絡しても良い授業で始めますよ。はい、支払いました、うん。お、大成功だ。ほら大成功だ、すごい。ほら金儲け大成功、やった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 。これ600件、ほら3倍になったよ、ほら。じゃプラス400件だ、ね、よっしゃ。チャンスは逃しちゃダメなんだよ。早速についてきます購買のコーン、アイテムの値段安くなった、うん、っと週が経過することが赤いとは、うん、毎月変わります。うん、で10個を超えると適されてしまうんですね。あ、購買部もついてる。ちょっと覗きましょうか。うん、アイテム。なんか恋愛成就系とかないんですかね。パワージュースデラックス、歯ブラシとか。え、結構何でも買えるんだ。あ、ときめきラブレターだって。ちょっと何見てみてほしい。ラブパワーが発動する。そう、買っとく。これって彼女作る前に買っとくのがいいですかね。まあよく買っとこうよ。買ったじゃん、安いし。ラブパイやってみましょうか。ときめきラブレター。使う。ビックリマークついてるとこ。はい、怪我率ゼロだ。よし、でもビックリマークついてるのに人がいないからこっちで行きましょう。ビックリマークついてるのこれで。あ、本当だ。さあ、練習の体力がいっぱいありますからね、
まあ、じゃあ筋力いきましょうか。練習いける、また筋力にくっついてる。あ、じゃあ1周目だ、それも OK。 12月までに彼女できるかな。さあどうしようかな。投資も出てきましたね。次はやめる。投資がもうこれ、ガマグチさんと彼女になるって考えたら、ガマグチと授業とか。ああ、いいね。いい、それとか。はい。ガマグチと授業。ガマグチ勉強して。マネちゃんの評価上がった。さっぱり注文がこうはって宣伝がまずかったのかな。あ、失敗だって。でもまあ評価上がったし。購買部行った方がね、月に、あ、でも月に1回ストライク送球。あ、でもこれあれだもんね。ないないない、これタフドリンクってなんだろう。タフドリンク、体力の最大値がちょっぴりアップ。ああ、しかもこれ9万円買えちゃう。いいね、それ買おう、はい、買っときましょうか。あ、アロマギフトってやる気がかなりアップ。 アップしといた方がいいんじゃない。いいですね、買っていますか。使って、はい、パワースマップチームメイト評価かなりアップ。それこれもいいですね。パワートラックデラックス買ってこれ、はい、今もう買ってこれ買ってすぐ使う。モドルでアイテム使う、これなんだっけ、そうそう、これ使う。アロマギフトやる気がない。今そうですね、使う。よっしゃ、いい状況になったぞ。スペシャルターン、ソウルだ。お、またスペシャルタブがある。打撃、よっしゃ、うん、さあ、残り1ターン。いけるかな、練習。あー、怪我率20だ。うん、ちょっと休んでた方がいいね。あ、あれ使えばいいじゃん。バー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 。バー使ってやっていきましょうか。戻る。でも、スペシャルタブとかじゃないけど、使っちゃいます？うん、だって2個ある。あ、ほんとだ、2個ある。打撃。グランド買収の危機が迫る。セクションクリア。で、金までじゃあ行きます。やべとバイト、事業、もうやった。じゃあどうします、事業行ってきます。200払って行きましょう、うんうん、コンサルティングだ。さあ、成功してくれ。最高です。僕、はい、420儲け。お金もあるしね。はい、体力もあるし。購買部、購買部だ。あ、購買部、そうだ。なんかいいのか。人心掌握の多いから、世渡り上手になる。これ、筋力強化。お、すごい。筋力ポイントが超猛烈になる。これいいんじゃない、はい、だって938Kまであるから、だって1000円しか持てないんでしょ。でもなんか後から大きいの買うとかないかな、大丈夫かな。大丈夫、今買って、今すぐ使う。じゃあ使いましょう。うん、線しか持てないから使っとかなきゃ。可愛い指輪なんだ。あ、これこれいいんじゃない。これ買いましょう。あ、今すぐ使う。あ、あとでじゃあ。スポーツジムチケットなんですよ。チームメイト能力が上がる。まあこれまだいいかな。タブドリンク。まあさっきやったから今んとこいいか。体力あります、ね。いや、もっと上がるんじゃない。そしたら。上げときます、どんどん。うんうん、あ、9だし。9だ。これもでも使っちゃいますね。全部全部使う。よし、じゃあスペシャルターン。そうですね、練習します。ちょっとあの女の子、あ、ここ、あ、左にいます。でもオレンジまで行ってるんで、だいぶいい感じですよ。そうそう、あ、バー使った方がいいんじゃない。そうですね、ちょっと練習。ああ、あー、もうここで使っちゃいますが、うんうん、黄色光ってるもん、うん、まだセクション2ですけどね、うん、ここでどんどん上げるために、うん、手なんか買えばいいじゃん、またね。そうです、購買で最初に買えるやつ、お金稼いで、うん、じゃあさあ、じゃあお金儲けしましょう、うん、あ、でも12月一周ですよ、うん、もう投資になってますね。投資投資。やべ、でもやべくん怖くないですか。いい、大丈夫大丈夫。やべくん失敗してますよ。だからもう次成功するパターン。大丈夫？じゃあ
矢部と200払ってしますよ。矢部君にもお金儲けさせてあげないとお金ないからね。頼りないんだよな。まあやる気があるから、うん、ま、ほらやめちゃダメじゃん。失敗だよ。練習能力ってまだアップしなくていいんですね、うんうん、じゃあ練習してみましょう。一気にやりましょう。筋力、うん、12月2週だよ。もうちょっともうそろそろガマグチさんいるとこ基本いないもんね。いないんだな。あ、でも肩を上げると結構、あ、肩がいいですね、うん、え、12月4週、うん、今日はクリスマスだな。だってガマグチさんいないんだもん。結構レベル上げたのにな。上げたね、イベントの時もしたのに、ね、お正月までには欲しい。でももうお正月来ちゃう。いないかな。いない。いないのよね。はい、リノだけ行こうかな、うん、大丈夫だ。あ、彼女できなかった。なんで。これやっぱモテモテになりたいでいいですかね、うんうん、今日こっちは、うん、そうそう、できるか。じゃあバレンタインまでいいのだね。そうですね、うん、さあ、だいぶもう疲れてますね。監督と授業っていうのがある、うん、じゃあ監督と授業してみる。はい、それ監督失敗しないでしょ。そうですね、監督ってかなり人の性格だけど。さあどうだ。100個ぐらい、ダメよ。可愛いネックレス。お、これにしよう。買ってもうすぐにさ、自分で買った。僕メキラブレター。あ、買いましょうか。うん、まあ一旦もう、うん、持てましょう。うん、アイテムを可愛いネックレス使う。キメキラブレター使う。ん？パワーカット何だっけ？パワーがいっちゃった。今度持ってたっけ？うん、これもらったやつか。そうじゃあ使いますね、うん、よし、じゃあ練習しましょう。ここだ、ここ光ってる。あー、怪我率がまた4ぐらいいけんじゃない。4だったら大丈夫か、うん、大丈夫、いく。よしよし、あ、もうさすがに疲れてますね、うん、休みましょうか、うんうん、スペシャルタンクあるけど、うん、アイテムも持ってないですもんね、うん、ないね。じゃあ休む。セクションにクリアしました。まだ彼女できないよということで、はい、セクション2まで終わりましたけど、彼女できなくないですか。ねえ、あんなにだってレベル41でいったんですよ、うん、でいろいろ使って、はい、ラブパワーも2回発動したのに。でもちょっと練習来てなかったもんね。いなかった、全然いなかったですね。はい、まあ、でも金儲けのとこだけいて、セクション3で、はい、あのバレンタイン、そうですね、金儲けもちょっと山あり谷ありやで、はい、何なんだろうね。いや、そう、最初佐藤さん信じたけど、ちょっとその後ダメでしたね。監督が失敗すると思う。そうですね、矢部くん信じて、やっぱ矢部くんは頼りないですね。でもあれ1000超えたら、はい、上限だから、うん、要は増やしすぎてもダメだから。そうですね、うん、また次増やしましょう。そう、はい、まあ何気に面白いですね。なんか野球やってる感は全くないですけど、はい、確かに。でもいいペースで来てる気がするんですよね。そうですね、はい、まあ、3、4で金儲けして甲子園出て最大系マネーもらって、はい、全部あげましょう。今までで一番いい選手作るんで、はい、はい、交互期待、はい。